今回は、こうすれば解けた平成29年度電検三種のシリーズとして、機械科目の TOEIC について解説したいと思います。TOEIC は、直流電動機の比較的基本的な問題であります。しかし、透過回路をちゃんと思い浮かべることができないと、非常に、難しい問題となっております。条件を確認してみると、この直流電動機は開示に永久磁石を用いたということでありますので、これは多例式の直流電動機ということになるわけであります。多例の直流電動機の、透過回路は電源があって電気紙があると、そしてここに、他の例示回路があるといったことになるわけでありますけれども、今はここの部分が永久磁石ということであります。ですので、この永久磁石の部分は今回は完全に無視することができます。もう少し問題を、問題に即した形にするために、この電気紙の部分、ここをもう少し分解したいと思います。これを電源 V といたしますと、電気紙の部分を分解すると、このような透過回路になるわけであります。電源電圧が V、そして、電気紙抵抗 RA、そして、電気紙の逆起電力 ER であります。この状態が、詳しく書いた透過回路になります。では、条件に当てはめていきますと、まず、回転を始める前の静止状態における始動電流は 4A と言っております。そして電源電圧 V は 12V ですね。この始動時の透過回路というのはこのようになります。電動機が回転する前はこの ER イコール 0V ということですので、このような状態になります。12V のRA があって、この ER は 0V ですから短絡状態になります。この状態でここに 4A 流れたということであります。ということは、この RA というのはオームの法則から、これは3オームということにが分かるわけであります。では、定格運転時はどういう状態になっているかというと、定格回転数における定格電流は 1A ということであります。ですので、定格運転時はこのような状態です。電源の 12V は変わらずに、3 Ω のこれは ER ですね。これは定格時の、逆起電力ということで ERN となります。この状態でここに 1A ということであります。そういたしますと、この電源部分から供給されている電力というのは、これは電力 PI ですね。電力 PI は 12×1 で 12W ということになります。効率 ETA というのは、これは PI 分の PO です。これは大きく換えると PO プラス損失分の PO というふうに置き換えることもできます。では、この損失 PL はどこでの損失かといいますと、問題の文章から損失は電気紙巻線による導損しか存在しないものということであります。ですので、この電気紙巻線3オームで発生する導損のみということです。ということは、ここでの導損 PI、ここの導損ですね、ここでの導損 PL というのは、I 字乗 R ですので、
1の2乗をかける3ということで、合計3ワットということであります。入力が12ワットですから、PO というのは、入力の PI マイナス PL で、12引く3で9ワットということになります。ですので、効率は12分の9。これを、計算いたしますと、0.75ということですので、75%が正解だということになるわけであります。また別の考え方としては、この PO というのは ER×IA というふうに考えることもできます。 ER というのは、これは考え方としては、この3オームの抵抗に、3オームの抵抗に1アンペア流れているということですので、ここでは3ボルトの電圧効果があるというふうに考えることができます。そういたしますと、 ERN というのは、これは9ボルトになります。ですので、これは 9×1 で9ワットというふうに求めることもできます。どちらの考え方でも正解であります。ともかく、この電動機というのは、始動時は電気市販作用に、電気による逆起電力がないという状態。この等価回路を思い浮かべられるかどうか、また、この多例式の直流電動機というところを読み解くことによって、存在するのは電源と電気紙。そして電気紙の中身というのは、巻線抵抗と、逆起電力に相当すると。この細かい流れ、また効率を求めるときの入力と出力はどこになるのか、こういうものをすべて整理することによって、この問題は解くことができます。ご覧いただいたように、計算自体は決して難しいものではありませんけれども、この等価回路と、それぞれの要素をしっかりと理解していないと、この問題は答えを導くことができません。非常に重要な要素が詰め込まれた問題ですので、ぜひこの動画を見て、確実に理解できるように学習を進めてください。